ボス、誰も聞いてません。悪いことをして荒稼ぎしたに違いない。ダサい。失敗は誰にでもある。肝心なのは反省し生かすことだ。違うか。自転車のお兄ちゃん。F 市で暴動を続けるテロリストは桃源団と名乗っており、 F 市の当時路上の喧嘩で20人を相手に全員病院送りにした経歴がある刃物とみられます。また構成員の頭はスキンヘッドで統一され、非常に正義の自転車乗り。ヒーローか、くだらん。行くぞ。君に任せても平気なのかね。相手は無論のことかも。ボス、この林を抜けた先に見えるのがゼニール邸。待ってたぞ、ハンマーヘッド。ゼニールの使いだ。なんと、逃げずに攻めてくるか。岩はまだまだたくさんある。俺を止めないと。どんどんに狩るぞ。おらった。この世で食いろ、愚か者めが。奴が刺したのが頭でよかった。俺の頭蓋骨が通常の何倍も分厚くてよかった。あ、いた。カブトムシの返り討ちに遭い、もしもあの場に埼玉先生がいなかったら。ああ、大体わかったよ、ジェノス。とにかくその埼玉君がいかに。彼は相当な実力者なんだろう。ええ。じゃあ死ね。あれ？バカな。まだ残党がいたとはな。全裸で。なんだこりゃ。ほら、俺だよ俺。趣味でヒーローやってて割と活躍してる。お前の何言ってんだこいつ。俺のプライドが許さない。どうだ、音速を超えるこのスピード、そして衝撃だ。空前逆。あ、すまん。埼玉、次に会った時がお前の最後だ。先生がお困りなら俺が消しますが。お前も厄介だな。重大な問題？先生ほどの人が抱える重大な問題とは何ですか？今までたくさん怪人だの悪の軍団だのを退治してきた。他のヒーローが俺くらい活躍をしてる現場なんて。怪人が出た時は俺がやっつけたっつうのに。確かに。全国にあるヒーロー協会の施設でテストを受け、いくら個人で活動していても自称ヒーローでは猛犬を吐く変態。許しスーツの実践データを記録するためにわざわざ泳がせていたんだがな。丈夫な頭蓋骨に産んでくれてありがとう母ちゃん。俺働くよ。無職のあいつと2列に並んで順番に受付を済ませてください。そっちも終わったな。はい。お前さ、体力テストする意味あるの？ま、筆記の方はあの内容だと満点で当たり前なのでと書いてありますね。 S 級？なんだそれ。ランク付けなんて何の意味もないと思いますが。
それでは最後の質問ですが、ジェノス君、この建物に見覚え、君がやったのか？そうだ。なんだ？さっきは C の字の上半分を S と見間違えたということか。ああ、僕も賛成だ。だが浮かれるなよ。今後はヒーローとしての自覚を持って節度ある生活を。よいしょ。はい。俺のような立派なヒーローを目指。現役 A 級ランク38位のこの俺のことも知らないようだったし、結果はギリギリの合格だったが、体力試験のほぼ全てにおいて彼の肉体には神が宿っているよ。各社セミナーの続きだ。空業界には新人潰しというものが存在する。どちらだ。はい、俺は S 級ランキングで、先生は C 級ランキングで、それぞれ。おい、その名付け方だと俺はハゲマントとかになっちゃうんじゃねえの？でも手合わせって言ってもガチじゃないんだろ？俺はそのつもりだ。はい、俺の勝ち。行きましょう。もう一勝負行こうぜ、ジェノス。無理。 A 級1位の甘いマスクだ。君と話がしたい。では先生はここで待っていてください。いいだろう。あいつ大丈夫かな。あ、甘いマスクさんのお知り合いなんですよね。握手してください。今日から俺たちは一応プロヒーローなわけだ。お互いこれから頑張ろうぜ。はい。もう無駄だ。血気盛んなのはいいけど、僕は君を歓迎する。期待してるよ、ジェノス君。あ、お前は確か。この俺から逃げられると思うのか。今よく見てなかった。不審人物というのはヒーロー、タンクトップタイガー参上。お前に迷惑してる人がいるんだよ。ヒーローだったら人様に迷惑かけるなよ。爆裂神経来たぞ。戦わざるを得ない状況にしてやる、ヒーロー埼玉。やめろよ。おい、ちくしょう。悪いやつここにいた。もう正式に依頼を出してあります。何？いえ、今回は S 級案件ではないという協会の判断。球児調査担当 S 級番犬マン、異常なし。異常なし？ええ。また適当な。担当は A 級ヘビーコング、異常なし。H 氏担当は B 級のマッシュルームと C 級の馬棒。まあ、この定期調査はそのためのものなんだろうな。怪人などの事前発見は困難なものだ。早速調査を始めますか。ああ、さっさと片付けちまおう。住人たちが中心地へと大移動したそうです。知ってるよ。けどよ、なんでここだけそんなに怪人が増えたんだ。そこが謎ですね。まあ、はっきりした証拠はありませんが、いつまでも甘いマスクさんに1位の座を。気配。それらしき気配は感じないの。なんだ、せっかく来てやったのによ。
ヒーロー協会に応援要請を。ゴーストタウンの化け物、いい響きじゃんか。ああつまらん、つまらんぞ。なんだ、まだ住人がいたのかよ。デマだったんだな。あ、ほら、最初から私が行けばよかったじゃない。いや、でもさすがの竜巻さんでも、ヒーローたちもそれらしき形跡を確認しており。おいおい、なんだよこれ。Z 市については今後もさらなる調査と監視が必要である。おお、君がジェノス君か。わしはバングというものじゃ。場所が遠かったり他のことで忙しいんじゃろう。面倒くさがってこない白状も近場の S 級ヒーローたちでどうにかしてくれと言っとった。隕石。ヒーロー協会から市民の皆様にお知らせいたします。ほほ、パニックが起こるぞ。21分、 Z 市は丸ごと消滅します。これもうダメか。あれは高火力の兵器で敵を周囲の建物ごと粉砕するヒーロー。こいつも Z 氏。今お前が話しかけているのは遠隔操作されているロボット。よし、ミサイル発射。ダンバこそ適当でいいんじゃ。適当で結果は変わらん。それがベストな。何がベストだ。バング伏せていろ。波が広がっていく。 Z 市の巨大隕石衝突による消滅は避けられたものの、破壊され崩壊した顔。もう気にすんなよ。最小限に防げたと思うぞ。だってあなたは今世間の一部で Z 市半壊の原因を作った人物として T 級342位から5位に一気に上がってます。5位。そら、不特定多数の生命の危機、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機。何やってんの。今の言葉をメモしておこうかと。なんかあったらまたお前の手柄になっちまうだろ。おい、あ、このインチキ野郎、呼んだか弟よ。兄貴。ヒーロー、こういうやつはそんなことをしても懲りないタイプだ。もっときつい目に合わせてやろう。なるほど、それを利用して。失敗するなら最初から出しゃばらなければ他のヒーローがなんとかうまくやっている。住居を失った者の悲痛な叫びが、お前の軽はずみな行動の裏では。やめろ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 。トラっぽい雰囲気で戦うタンクトップタイガーと、ガオをぶっ壊したのは俺だ。文句があるなら聞いてやれ。ハゲはお前だろ。なんだ先生。お、なんだジェノスか。俺は埼玉先生ほど優れた人間を見たことがありません。なんだよ急に。人間ども、皆殺しにされたくなければ聞くがよい。我は深海からの使者である。その頭、貴様タプの親戚か何かか。俺のやったって話だぜ。なんだっけ名前。忘れたけど、ものすごく強いとか。我々新海賊はこれより地上を支配する。さてと、胴体にでけえ風穴作りてえやつからかかってきな。